敷地北側にある名古屋における電気鉄道事業発祥の地の日名古屋プライムセントラルタワーは愛知県名古屋市西区名駅2丁目にある高層ビルである。2003年12月に閉鎖された名古屋市営バス名古屋営業所跡地の再開発事業名古屋プライムセントラルプロジェクトとして名駅2丁目開発特定目的会社東京建物 マルベニの三社によって開発が行われた。設計、指向は、清水建設。JR セントラルタワーズや、ミッドランドスクエアなどから機体少し離れた場所に、立地する。敷地内には、オフィス棟、駐車場棟の他に、地上29階建ての分譲マンション、ブリリアタワー名古屋グランスイートが同時に建設された。1階は駐車場棟1階と合わせ。 名古屋市 A バスの展開場になっている。1階がエントランス、2階が自走式駐車場舟へのアクセスフロア、3階から23階までがオフィスフロアとして使用されている。エレベーターは3階から13階までが低層階用、13階から23階までが高層階用となっており、それぞれビル街へのアクセスフロアとなっている1階2階と結ばれている。 最上階から入居フロアの後順に記述する。不明な場合は最後に記述する。ありがとうございます。